んな感じです。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回は短い髪でもできる連続黒リンパを使ったアップアレンジのご紹介になります。ぜひ参考に作ってみてください。ベースは絹糸のストレートアイロンを使って巻いておきます。毛先は内巻きになるように整えておきます。まず左右で分けとります。2つに分けてトップから順番に黒リンパをしていきます。この髪を結んで、結び目の上に穴を開けたら双葉を上から下に通していきます。同じようにその下も双葉を集めて、さっきの毛先も一緒に集めて結びます。結んだらまた結び目の上に穴を開けて、ここを毛束を通して黒リンパしていきます。襟足まで来たら全部の毛を結んでまた黒リンパしていきます。これを同じように作っていきます。両方黒リンパが3回ずつできた状態です。両方できましたら、ちょっと黒リンパした周りを引き出してほぐしていきます。この毛先を内側に入れ込んでピンで留めていきます。反対側も毛先をちょっと内に入れ込んで、毛先を内に入れ込んでピンで留めていきます。こんな感じです。最後に顔周りのくれ毛も巻いてカールをつけていきます。仕上がりはこんな感じです。黒リンパを連続でしてあげて、毛先を入れ込むとアップのような仕上がりになります。